ゃんから誕生日プレゼントやって。そうよ。さあ、私がじゃあちょっと横で受け取ってあげましょうかね。これ、いっぱい持ってきたんですけど、ちょっと説明させてもらってもいいですか？説明が。はい、どうぞ。まずこちら、じゃじゃん、グリオのぬいぐるみ、ぜひこの開花に飾っていただきたいのと、いいですね。あとね、その、知ってる？松葉っていうお菓子があるんですよ、伊賀には。私これ初めて見ました。ほんまですか？かた焼きばっかりが知られてる中、はい、伊賀上野観光協会さんの中浦さんっていう方のゆいもすごいおすすめのお菓子が、この松葉っていう美味しいクッキーなんですよね。ぜひ、食べてください。はい、じゃあもうよかったね。中浦さん一押しらしいよ。で、一応かた焼きも入れてあるので、また食べ比べていただければと思います。そしてもう一つ、グリオくんからじゃじゃん、こちら2点ものイラストも一緒にプレゼント。ちょっとよく見てくださいよ、めっちゃ可愛いですよ。夏何この、ね、これぜひ館内に飾らせてもらいたいと思います。嬉しい、ありがとうございます。いても持てるかな。はい、じゃあじゃあ兄ちゃんも記念写真ね、プリツァーやったらいいのかなって記念写真を皆さんに撮ってもらいましょう。じゃあ兄ちゃんも持てるかな、プリちゃんと一緒に並んでほしいよね。